ケンラッセルはイギリス出身の映画監督。過激な作風とエキセントリックな言動で知られ、そのセクシャルな演出で協会をはじめ多方面から批判を受ける。1974年のマーラーに代表される電気映画を得意とする。1969年の恋する女たちでアカデミー監督賞にノミネート。その他、デビルズ、トミーなどの作品で知られる。 10代後半で公開士になったが、飽きてしまい、イギリス空軍に入隊。空軍に2年いた後、バレエに興味を持ちバレエ学校で学ぶが、すぐに断念。俳優を志すが才能がないということでこれも断念。次に選んだ写真の分野では成功し、後に BBC に招かれて、テレビ映画を作るようになる。かなりアバンギャルドな作風で、彼の作品は、スキャンダラス、狂気。 単美的、変質的などと形容されることが多い。チャイコフスキー、マーラー、エルマー、フランツリスト、ルドルフ・バレンティノ、ワーズ・ワース、ユリ・ゲラーなど、実在の人物の生涯を多く映画化した。後年は、テレビ映画や短編、ドキュメンタリーの仕事が多くなり、最後の日本公開作は、チャタレー・プ人の恋人である。2011年11月27日死去。 84歳ボーツ。A 映画監督、ケンラッセルさん指揮朝日新聞2011年11月28日、閲覧。ありがとうございます。